皆さんこんにちは、こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。はい、今回の動画はキックバック、お尻、大臀筋を鍛える種目をやってみます。はい、で今回も、マシンとあとケーブルマシン、はい、どちらも使って、同じ動きができますので、はい、2つのやり方紹介していきます。はい、キックバックしたい方、お尻周りの筋力を強化したい方、ぜひやってみてください。では早速やってみましょう。はい、じゃあ早速こちらのマルチシンプルのマシンを使ってやってみたいと思います。はい、まずは、この股関節の高さに、こちらのですね、あのマシンの中央のジャケットの部分を合わせます。はい、左右にね、ピンがあるので、これを握って高さを調節してください。で、ここのアームの角度なんですけど、もう目いっぱい上げちゃいましょう。まあ、足が届く範囲でできるだけ目いっぱい高く設置します。はい、でですね、この状態でこの赤いジョイントのところを隠すように中央に立ってください。で、正面の、はい、バーを持ちます。そしてこのアームの先についているパッドのところに膝の裏を合わせるように乗せてください。で、そのまま後ろに蹴り出していきます。足を少し伸ばすような感じで、イメージはこのまま回転させるというよりは下に蹴るように床を踏みに行くような感じで動作してもらうといいです。で、この時に上半身が倒れたりとかしてしまうと、この股関節の動作をせずに足が動いてしまうので、上半身と骨盤の角度は固定します。で、どうしてもちょっとね、あの動いちゃう人とかはこうやって足を乗せた状態で、この反対側、乗っけてる側と反対側の手、まあ、バーから離して、まあ、腰に添えておくとですね、自分の腰を掴んでおいて、ここは動かないようにします。で、この状態で動かない範囲で動作を行うようにしてみてください。はい、できるだけ回数をしっかりとこなした方がいい種目です、これについても。で、20回ぐらいですね、まあ、できるようにやってみましょう。はい、それを、まあ、2、3セット繰り返していただくといいんじゃないでしょうか。まあ、スピードはごくごくゆっくりやっていただくといいと思います。もう本当にじっくりやってみてください。1動作、そうですね、こんな感じで1、2、3、4、5、6みたいな感じで3秒3秒とか時間かけてやっていただくといいと思います。はい、それでは今度はケーブルのマシンの方を使ってやってみたいと思います。はい、それではこちらのアンクルカフ使って、またやっていきますね。足首にコイズを巻きます。先に巻くようにしてください。マシンにセットする前に角をセットします。カフの巻き方は、前回の動画の、ニーレイブの動画に、載ってますので、そちら参考にしてください。はい、そしてこの滑車を一番下に下げます。はい、そしてカフのジョイント部分を足首の前に持ってきて滑車に引っ掛けます。はい、そしてまずこの状態でまっすぐ後ろに蹴る動作をやってみてください。で、この状態でバランスが、崩れないことを確認できたら、もう少し高くセットします。上というか、まあ、太ももの真ん中ぐらいに今回はセットしてみました。当然高めにセットした方が、まあ、より下に蹴るような動作になるんで、お尻にストレッチをかけられるんですけど、まあ、基本的には下からやっていただいてもいいですし、まあ、上に持っていけば持っていくほどストレッチがかかるんですけど、まあ、どうしてもこの上からね、あのセットしなきゃいけないので、まあ、足を上げる動作が難しいという人はそんなに高くしなくても大丈夫です。まあ、僕は、まあ、多分これぐらいだったら誰でもできるかなと思うので、今回は、まあ、太ももの真ん中の高さぐらいセットしてみました。
はい、でバランスが崩れないようにこれの柱の空いてるところを掴んでいただいて、はい、で自分のこの今カフがついてる足の正面に足が来るようにしてください。はい、でこの状態でまた空いてる手でですねしっかりと骨盤を掴んで、はい、足を上げた状態を作ります。でそこから斜め後ろに蹴り込むように動作を行います。先ほど下のところでですねしっかりとお尻の収縮感を感じてもらえてればそれと同じところに足を持っていくだけです。しっかりお尻が収縮しているところまで足を伸ばして戻す。この繰り返し。こんな感じですね。はい、こんな感じでキックバックの、2つのやり方紹介しました。マシンの方でやってもらうキックバックは結構簡単にできます。ただ腰が動かないようにとかそういう注意点だけしっかり守ってください。でケーブルの方はですね結構片足でこのバランスを保持しなきゃいけないのでこの動かしている方の足よりもどっちかというと支えている方の足が疲れちゃったりとか、する場合もあると思います。はい、まあどちらがね、いいかっていうのはその人の体型だったりとかあとは、まあ、どういう普段トレーニングをやってるのかとかにもよりますけどもあまりこう片足立ちの状態に慣れてない人はマシンの方でねやってもらうといいかなと思います。はい、まあ、コントロールをね細かく角度の調整とかしたい方はケーブルの方でやってみるとおすすめですよ。はい、そんな感じで、はい、今日の動画は終了です。はい、今の動画が気に入っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。